バーフィッシュは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、ハリセンボン科に属する種のうち、ハリセンボン属ほど針が鋭くない種の総称にちなんで、命名された。石垣フグバードビークバーフィッシュバーフィッシュは、1943年2月24日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。百四十三年六月十八日に、 ジェーン・エリザベス・デイビスによって命名、浸水し、1943年9月14日に艦長をイリアム・ B ・パーキンス・ジュニア中佐の指揮下、収益する。収益後は完熟訓練を消化し、一連の訓練が終了した後、真珠湾に開港された。2月2日、バーフィッシュは最初の紹介でトラック諸島方面に向かった。2月17日のトラック島空襲では、 トラック周辺海域を包囲する潜水艦の一隻として、トラック製法に位置して脱出艦船攻撃と第58任務部隊艦載機のパイロットに対する支援に従事した。攻撃前の2月14日に輸送船団を攻撃し、2月29日と3月3日には4000トン級貨物船を攻撃した。担当海域に撃墜された味方パイロットはいなかった。 3月22日、バーフィッシュは50日間の行動を終えて。4月14日、バーフィッシュは2回目の紹介で、日本近海に向かった。5月7日7時33分、バーフィッシュは、北緯33度14分、統計134度40分、北緯33.233度統計134.667度。 3 3 2 3 3十3 4 6 6 7の大島沖で、石油を積んで、神戸港から南方に向かいつつあった、ドイツの柳船、タンカーロスバッハに向けて、魚雷を3本発射し、うち2本を命中させて、ロスバッハを撃沈した。6月4日、バーフィッシュは52日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。七月十一日、バーフィッシュは三回目の紹介で、 パラワ方面に向かった。しかし、46日間に及ぶ行動で戦果を上げることはできなかった。8月27日、バーフィッシュはマジュロに帰還した。9月19日、バーフィッシュは4回目の紹介で日本近海に向かった。10月25日前後の冷凍機械戦では南西諸島近海で紹介し、落ちゆく小沢寺三郎中将を率いる。 機動部隊を待ち伏せたが捉えることはできなかった。その後がワ原諸島近海に移動し、特設監視定攻撃に従事した。11月17日、バーフィッシュは北緯32度15分統計140度00分、北緯32.250度統計140.000度、32.250140.000 32. の地点で、 両艦ロンクイルと共に特設艦指定フサマルを攻撃し撃破した。しかし、この戦闘の最中にロンクイルが、時間に40ミリ機関砲を誤って撃ち込んで、損傷させ戦線離脱。バーフィッシュもフサマルに止めを刺すことはできなかった。12月2日、バーフィッシュは69日間の行動を終えて、真珠湾に帰闘。艦長がモートンエイチレールに変わった。 1945年1月3日、バーフィッシュは5回目の紹介で日本近海に向かった。2月11日、バーフィッシュは小笠原諸島近海を先行中に第49号海防艦に探知された。この頃、付近で父島から出てきた輸送船団が攻撃を受けたため、警戒を強めていたところであった。第49号海防艦は、 合計39発もの爆雷を投下して、バーフィッシュを攻め立て、バーフィッシュは気泡を、夜行虫に照らされながら135メートルの深度に逃げた。また、水上偵察機が飛来して、対戦爆弾を合計20発投下した。一連の攻撃により、バーフィッシュは5番魚雷発射管にダメージを受けたが、修理して、紹介には差し支えなかった。この紹介では、 この時以外に敵との接触はなかった。2月24日、バーフィッシュは48日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰島した。3月25日、バーフィッシュは6回目の紹介で、ルソン海峡及び台湾海峡方面に向かった。この紹介では、敵船と接触することはなかったが、4月30日早朝に、バタン諸島の通信施設に対して4人地方による、 艦砲射撃を行った。5月13日、バーフィッシュは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島5月16日に、オーバーホールのため本国機関を命じられ、6月19日に、ポーツマス海軍造船所に到着した。オーバーホール中に終戦を迎えた。バーフィッシュは10月12日に不活性化のため、コネチカット州、ニューロンドンに開港された後、 1946年10月10日に予備役となった。1948年11月2日にバーフィッシュは最終駅し、レーダー紹介潜水艦への転換のため、ポーツマス海軍造船所にドック入りする。1949年1月27日に SSR-312 に艦首変更され、転換作業は11月に完了した。 作業終了後の1950年2月7日に艦隊に復帰し、ノーフォークで第6潜水船隊に配属される。1950年2月から1956年6月まで、バーフィッシュは地中海で第6艦隊と共に3度の配備を完了した。バーフィッシュはいくつかの大規模演習及び通常演習に参加し、レーガー紹介潜水艦として東海岸沿いに活動した。 1956年6月5日、バーフィッシュは不活性化のためのフォークからニューロンドンに向かう。1956年12月17日に予備役となり、大西洋予備役艦隊入りした。1961年1月17日、バーフィッシュは SS-312 として最終駅したが、1961年5月11日に退役し、 カナダへ対応された。カナダ海軍ではグリルスの艦名で襲撃した。その後アメリカ海軍に返還され、1969年7月19日に除籍される。バーフィッシュは1969年11月19日に標的艦としてサンクレメンテ島の沖合で沈められた。バーフィッシュは第二次世界大戦の選考で5個の従軍聖章を受賞した。バーフィッシュはまた、 激鎮スコアが記録されているアメリカ潜水艦の中で、スコア中に日本の艦船が含まれない、おそらく唯一の潜水艦である。ありがとうございます。